皆さんこんにちは、小野健テニス相談所の小野健です。今回はですね、小野健テニス相談所初の企業案件をいただきました。早速その製品をご紹介しようと思います。こちらです。 UFIT バイブレーティングローラーです。これ実は以前から僕ずっと欲しいなと思ってた商品なんですけど、あの名前の通りバイブレーションするローラーということで、非常に使うのが楽しみです。こちらの商品軽くご説明しますと、このボタンで4段階の強さに切り替えられます。本当にシンプルですね。 1,2,3,4 回押せばもうその都度強さが変化するといった感じです。さらにこれすごく嬉しいのが USB Type-C で充電できるんですね。なので専用の充電器とかがいらず、コンセントとコードがあればもう簡単に充電できるので、これ遠征にはすごい荷物が減るので僕的にはとてもありがたいです。僕普通のローラー持ってるんですけど、このような普通のローラーも持ってるんですけど、いろいろとまあ困ってることがありまして、体の中で一つはこの大腿筋膜張筋という張りがなかなか取れないというのが一つまず悩みと、それから肩がいつも常に張っている感じがあるので、特に広背筋、それから後ろのあたりの極下筋、小円筋あたりの張りがずっと取れずに、なんとかセルフケアでどうにかしたいなというところがありました。毎日治療院に通うっていうのも難しいので、どうにかセルフケアでならないかなと思ってたところに企業案件をいただいたので、もうこれはすごく嬉しいなと思って使ってみます。早速あの練習前とそれから練習後に使ってみているので、ぜひそちらの動画をご覧ください。それでは行きましょう。どうぞ。はい、これから練習なんですけど、その前にウォーミングアップの前にちょっとこれで体をほぐしていきたいなと思います。背中の張りが少し気になるんで、ちょっと背中の張りをほぐしてからストレッチ、あとその他いろいろ気になる部分をやっていこうと思います。まず背中からいきます。強さが4段階あるんですけど、2段階ぐらいでまでいってみます。このように若干ストレッチしつつ筋膜リリースしていくっていう感じですね。僕は練習とか試合前にあんまり筋肉が緩みすぎるのが嫌なので、振動はレベルは抑えめにやってます。結構じわっとあったかくもなってくれるんでいいですね。これ次に広背筋、広背筋も緩めていきます。この辺りですね。結構僕広背筋も固まりやすくて、まあ、よくそこが機能しなくなってこっちの肩の方に怪我につながるっていうケースが以前から多かったので、こういうピンポイントで筋肉を緩めてくれるっていうのはありがたいですね。ピンポイントすぎると特に練習前はやっぱりこう筋肉に刺激が強すぎて緩みすぎたり、逆にちょっと揉み返しみたいな痛みとかも来ちゃうので、こういうポールタイプは適度に範囲が広くてかつ広すぎないんで、本当にいい塩梅の刺激を与えてくれるかなと。で今右の方が僕はやっぱり硬いので、もちろん右利きなんであれですけど、右をちょっと重点的にやります。ちょっと肩の後ろの方もやっておきます。この辺が僕は結構張ってくるので、ちょっと練習前に最初緩めて、そっから刺激を入れ直すっていう感じですね。今度前ももいきます。こんな感じで片足ずつでやりますね。曲げてあげたり伸ばしてあげたりしながらすると結構いろいろと刺激が入るかなと。ちょっとマニアックなんですけど、大腿筋膜張筋っていうマニアックな筋肉があるんですけど、そこが硬いと骨盤を回旋させる動作っていうのができなくなってきたり、お尻のストレッチをやろうと思ってもお尻に効いてこないっていうのがあるので、まずここに大腿筋膜張筋をちょっと緩めようかなと思います。特に左はそんなに硬さはないんですけど、右の方がこの筋肉は結構硬いので、しっかりめにやっていこうかなと思ってます。まっすぐではないんですけど、ちょっと
骨盤を少し傾ける感じ、このようにして、骨盤の骨が出っ張ってるとこあたりの若干下ぐらいですかね、結構いい感じにほぐれてきたんで、とりあえず練習前は気になるところはほぐせたんで、これでやっていこうかなと思います。はい、次は練習がもう終わって今から寝る準備をするので、ケアの方でローラーを使っていこうと思います。普段はですねこういうようなローラーでやってるんですけど、どうもちょっとしっくり来ないというか物足りなさがあるので、ちょっとこっちの方でケアをしていきます。練習前のウォームアップはですね2段階目でやったんですけど、ケアはちょっとしっかりほぐしたいので4段階でやります。はい、じゃあちょっとふくらはぎからいきましょうかね。これ当ててるだけでもいいし、本当にローラーのように動かしながらやるとよりいいですね。角度を変えながら内側、それから外側とアキレス腱の方に近くにもやりながら、こういうのいいですね。結構フォアハンドで打つ機会の方が多いんで、右の方が踏ん張るのかなと思いますけど、次はハムストリングスいきましょう。結構ケアするときはもうほぼ全身ぐらいのつもりでやっていきますね。練習前はやっぱりちょっと先ほどもお伝えしたようにあまり緩みすぎるのが嫌なので、ちょっと気になるところで部分的にほぐすっていう感じでやったりはするんですけど、こうやって夜寝る前とかのケアは全ての筋肉の緩めていこうかなっていう感じです。で、振動があることによってより深くアプローチしてくれてるのかなっていう感覚的にですけども、そんな感じがしますね。ちょっと緩めて2、3回ぐらいでいこうかな。結構痛いポイントを今度刺激していきます。太ももの横ですね、ちょっと多分痛すぎると思うので、ちょっと振動少なめで、ここは結構テニス選手はだいぶ痛がる人多いと思います。やっぱり横の動きが多いんでね、横にしっかり踏ん張った時に横に負荷がかかるんで、結構ここ張ってる方多いと思います。やっぱりここって結構ストレッチでケアをしづらいところなんで、やっぱこういったローラーがあると非常に助かりますね。結構皆さんここをケアしてあげた方がいいと思います。今度前もも行こうかなと思います。また4段階目にして、オムニコートで練習したんで、なんか前ももが僕はすごく負荷が来るんですよね。オムニコートでやると前もも、内転筋も僕は来るんで、そのまま内転筋もやっちゃいます。これが普通のローラーだと難しいところですよね。結構内転筋だとどうしても姿勢的にアプローチしづらいところなんで、こうやって体重をかけて振動させてあげるだけで深くまでアプローチしてくれるんで、相当おすすめです。ミコートは細かい筋肉が疲労感が出る気がするので、こういう細かい筋肉にこうやって振動でアプローチしてくれるのはすごいいいですね。ハードコートだともっと大きい筋肉を使って打ってる気がするんですけど、オンリーの独特の疲労感が軽減されるのは嬉しいですね。練習前もやった大腿筋膜張筋も緩めていこうかなと思います。お尻のストレッチでこういうストレッチがあるんですけど、大腿筋膜張筋硬いと膝がこう内側に入ってきちゃって地をしっかり伸ばせないっていうのがあるので、今やっただけでだいぶ膝が外側の方にこう行ってくれるので、もうこれでやるだけでストレッチの効果が得られます。最後ちょっと広背筋、肩周りやっぱり最後緩めたいんで、広背筋だけ緩めて今日のケアを終わりたいと思います。振動することによってその深くアプローチするとともに、いろいろちょっと広範囲にもアプローチしてくれるから、それもいいですよね。じゃあ今日のケアはこんな感じで終わろうと思います。はい、いかがでしたでしょうか。動画内でご説明している通り、すごくいいアプローチをしてくれる商品なのかなと思います。概要欄に特別にクーポンコードをいただいているので、もしよければ皆さんそのクーポンコードを使って購入していただけたらと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。